アムちゃん。はい、皆さんこんにちは、アヤムです。シャルロットちゃん見事引きましたので、引き続きちょっとシャルロットちゃんゲットしてどんな感じなのか使ってみたいなと思っています。夏レイブンさん以来のシャルロットちゃん剣士ですね。私は幸運の巫女。幸運の巫女ってことで、あ、そういうキャラね、そういうキャラね、かわいいな、声もかわいいな。この剣の武器もね、かなり気になりますけど、あ、絶対領域がある絶対領域がある、かわいい、プニプニ。テクニカルタイプですね。予言の獅子、余ダメージが剣士小、テクニカルタイプ中アップということで、両方ついてるのって初めてじゃないですか。初めてだよね。剣士とテクニカルタイプ両方のダメージアップということで、新しい感じのシリーズが来ました。で、アクションスキルまた読めないですけど、両なんとかさん、敵に炎属性ダメージを与え、一定時間一度だけポイントを無効化するバリアを張り、さらに一定時間味方のヒットポイントを回復する。回復持ちか、エクセリアちゃん的な感じか。で、物属性ダメージ、物属性ダメージいいね、どこいけるね。一度だけダメージを無効化、一定時間の間は何受けても大丈夫ってやつ。バリアを張る、結構無敵じゃないこれ。いや、もちろん5000万ダウンロードだから当たりを予想してきたんですけどあ、ちょうど来てるんですね。クエストがなんかいろいろ来てるな。ちょっとギルサンダーから知って行ってみたいと思います。勇者たちよ、私に続きなさい。ということで、早速2発動してみましょうか。2の攻撃スキルちょっと見てなかった。2は多分ね、攻勢からして攻撃だと思うんだよね。あ、まだスキルを解放して、あまり溜めていないからち1出してみよう。1、おお、あ、リジェネか、リジェネだ、リジェネがついてんだ。もう一回、あれ今バリア中かな。2をもう一回出したい。いや、いいですね。かわいい。あ、新しいルーンがもらえるね。ということで、今回はシャルロットちゃんを使って、アクションスキル発動させてみましたが、いかがだったでしょうか。チャンネル気に入っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録もお願いします。では、アムちゃんでした。また次回のおもちゃもお楽しみに。バイバイ。